ついに全日本フットサル選手権東京都大会予選の組み合わせおよび日程が発表された。全77チームが参戦するこの大会はいわば東京都の一次予選。この厳しいトーナメント戦を勝ち抜いた4チームのみが東京都の代表を決める東京都大会への出場権を得るのだ。熾烈な戦いが幕を開けようとする中、 FC 中井に新たな仲間が2人。これはフットサル界に嵐を巻き起こす夢と希望にあふれた若者たちの果てしない挑戦の物語だ。目指せ F の頂。第23話、追い風。第3回頂杯での死闘から1週間が経ち、選手たちの疲労も癒えた頃、 FC 中井に新たなメンバーが加わった。誰かと思った。じゃあ今日から新メンバーの浩平、お願いします。自己紹介お願いします。浩平です。浩平って呼んでください。よろしくお願いします。します。及川浩平。2年前、中井たちと共に戦ったメンバーの一人である浩平は、強烈なシュートやガッツのあるディフェンスが持ち味の選手だ。FC 中井解散後は再びサッカーに挑戦。単身で海外のクラブに乗り込み、コロナ禍の中、オーストラリア、クロアチアのクラブで契約を勝ち取り、プレーをしてきた。今年7月に帰国後、ヨーロッパのクラブで次の所属先を探していたが、チーム探しは難航した。引退っていうのは正直にサッカーであって、どうしようって思ってた時にやっぱ浮かんでたのが、熱くやれるチームってやっぱ自分の中で一番最初に浮かぶのがやっぱ FC 中井での活動。じゃあサッカーで無理だからフットサル来たんじゃないかって、まあ、思われてもしょうがないと思うんですけど、自分は全くそんな気持ちはなくて、ただ熱くやれる場所が一番最初に浮かんだのが FC 中井だったっていう。しかし東京都大会予選を前に、チームは完成しつつある。フットサル経験の浅い浩平にとって、このタイミングでの合流は難しい。それでもFC 中井での挑戦を選んだ。みんなは笑顔で受け入れてくれましたけど、積み上げてきたものがある中で、僕はフットサルでも即戦力なわけじゃないし、もちろん出て活躍してプラスにならなきゃいけないですけど、それ以上にやっぱり練習だったりとか、まあ、クソでも示していかないと、使えない選手出す必要ないじゃないですか。だってそれで戦えちゃう、6人回せばフルで戦う、4人で回してたぐらいなんだから。考えるとやっぱそこで何かキーにならないと、じゃあここにワンポイントでもっていう場所にまず食い込んでいかなきゃいけないし、やるからには本当に活躍したいのが一番なんで、とにかく戦いたいと思います。逆に言うとここが最後だと思うし、今からだと本当にもう即戦力レベルじゃないと無理だと思うから、他
本当にギリギリのところで浩平がやりたいと思ったんで、まあ、前とはもうメンタリティが全然違うと思うから、自分が試合に出る出れないどっちにしてもね、あいつはもう全力で一緒に戦える選手だと思うから、ね、そういう部分が逆に、吹雪とかは出し切れてないというか、理解しきってないと思うんで、浩平が伝えていってほしいなと思うし、底上げっていうのを期待している部分だし、まあ、ディフェンスもシュートの部分も、特徴がある選手、分かりやすい選手だから、いろんな部分で期待はしてるから、うん、チームに必要な選手になれる素質を持ってると思うんで、そこは楽しみにしてます。日々の活動の中で持ち前のガッツを生かし貪欲に戦い続けることしか公平に残された道はない。果たして今のチームで活躍の場を勝ち取ることはできるか。公平の今後に期待だ。そして予選を目前に控えた FC 中井は関東一部のあのチームと再び練習試合を組んだ。ブリンガーは引いて守ってきて、あとはクワトロの攻撃なんで、自分たちが苦手なしてるチームなんで、そこを克服できれば自信になって、もう選手権でもなんかどこにも負けないなと思って、勝ちましょう。対戦相手は関東一部リーグ所属、カフリンガ東久留米だ。前回の対戦は中井が負傷で出られない中で行われた。前線からのプレスで千葉が幸先よく先制点を奪うも、引いて守りを固めたカフリンガに FC 中井は攻め手を欠く。前半のうちに逆転を許すと、得点が奪えないまま後半にも追加点を許し、1対4で敗北した。2年前の対戦に続き、熟練したフットサルを見せつけられたのであった。見てる感じだと中井くんいるかいないかでだいぶチームとしては違うので、今日出るっていうことで関東リーグとしての意地と自分たちのチームの今の現状っていうところでいうと、すごいいい機会だと思うんで、まあ、すごい楽しみです。うちの場合は東京都予選からってもう決まっているので、関東大会必要と全国大会必要っていうのが一つ目標としてやっているので、まあ、何が何でも、まあ、まずは関東大会行くっていう気持ちは常に持ってやってます。まあ、オフェンスのところで攻め手がないっていうところがあったんで、そこをどういうふうに自分たちの形を作っていけるかっていうのを、本当にいい相手なんで、そこを今日はこう明確にしていくと。関東一部の壁っていうのがチームとしてあるんで、そこを必ず勝っていきたいと思います。チームの完成度としては、ね、頂き杯で2回優勝したっていうのは本当に自信になることだし、それは一つの実力、この一発勝負でトーナメントってところで勝ち切ったっていうのはこのチームの強みだと思うんで、もうそこは自信を持っていくけど、やっぱりね、本番ね、この試合で負けたら俺らは解散、勝ち続けないといけない、勝って優勝するってところを見たときに、やっぱりね、人っていうのはね、プレッシャーを感じてしまうものだから、そのプレッシャーの中でいつも通り試合ができるかどうかっていうのが大事だと思うから、そこをまあ俺は俺の立場から整えていく必要があると思うから、まあ、そこは頑張っていく。前回とは全く違った姿を見せ、リベンジを果たし、関東一部の壁を越えて予選へ臨みたい。さらにこの練習試合からついに復帰を迎える選手がいた。まだちょっと左足のシュートとかためらっちゃうとこあったっすけど、まあ、そこは
なんだろう、痛みというかは恐怖心の方が多分強いんで、それは徐々にやっていけば治るところだと思うので、いち早く戻れるように、戦力になれるように、またああいう戦いをみんなとしたいんで、チームで一番強度高く保てるような存在にならないといけないと思うんで。第2回頂杯での負傷から約4ヶ月、プレーができないもどかしさに耐えながらも、ひたむきにリハビリやトレーニングに励んできた。まあ、守備から入ってリズム掴んで、攻撃でも最大限のパフォーマンス出してチーム一丸となって勝利できるように頑張ります。最初からさ、考えて、相手はもう勝てねえと思うぐらい。よし、最初か。圧力かけよう。よし、行きます。ナッカーリーバーン。スタート。ブラブルの、俺、ヒロキ。ユウタ。試合開始。 FC 中井はリベンジを果たし、関東一部の壁を越えられるだろうか。カフリンガの攻撃、 FC 中井積極的にプレッシャーをかけていく。ここを股抜きで突破。流動的なポジションチェンジと速いパス回しを見せるカフリンガ。ここは中井が奪いクリア。 FC 中井先にゴールを譲るわけにはいかない。 FC 中井、引いて守るカフリンガをどう攻略するか。伊藤から中井、折り返して連携で固いディフェンスを崩しに行く。 FC 中井の攻勢は続く。中井ドリブルで駆け上がり、千葉キーパーと1対1。これを決めた。ニアサイドを抜いてゴール。開始早々千葉のゴールで FC 中井先制。カフリンガのキックイン。 FC 中井すぐに追いつかれるわけにはいかない。激しいプレッシャーをかけていく。ブルノが奪って千葉、キーパーと3対1。これを冷静に決めた。千葉立て続けのゴールで0対2。カフリンガを突き放しに行く。 FC 中井畳みかけていく。ブルノが再び受けて、相手キーパーファインセーブ。 FC 中井の攻勢は続く。伊藤からブルノ、かわして、次々と決定的なチャンスを作り出す。 FC 中井が流れを譲らない。前半13分、伊藤ドリブルで仕掛けてシュート。キーパー弾く、ボールは渡る。これを渡るが押し込んだ。試合の主導権を握り続ける FC 中井、0対3。 FC 中井流れに乗って攻め続ける。中井から野寺、トラップしてゴール前。これはわずかに合わず、試合を決める追加点を狙いに行く。 FC 中井のコーナーキック、ブルノから中井、野寺、ブロックされるも千葉がキープ。これを流し込んだ。千葉のハットトリックで0対4。 FC 中井の勢いが止まらない。カフリンガのキックイン。中央から逆サイド、ふわりと浮かせてサイドチェンジ、ゴール前。これはブルノがカバーし守りきった。 FC 中井の攻撃。中井ゆっくりと中へ運び、渡るへ、ワンツーで抜け出す。渡るから野寺、
相手キーパーのファインセーブに防がれる。カフリンガの攻撃、パスを回して中央へ進入、逆サイドへ、岩崎ナイスセーブ。残り時間はわずか。 FC 中井の攻撃、伊藤から渡る、もう一度伊藤、逆サイドの中井、ダイレクトでつなぎ、渡るが抜け出す。渡る一瞬の隙を狙いに行く。カフリンガのゴールクリアランス、キーパー一気に前線へ。これは伊藤が弾き返す。しかしボールはカフリンガ、無失点で折り返したい。ここで前半終了。 FC 中井0対4と畳みかけて折り返しを迎えた。いや、またナイス落とし、迷わず行かないと簡単に前向かれちゃったら全部やられちゃうから、あそこ肝じゃん、要は。もう出させる前にもう寄せといてもいい、行けない、遠いじゃん明らか、この吐きすぎちゃって。そしたらもうやっぱ後ろのやつがある程度行って、ちょっとねプレッシャーかけとかないと、ターンされたらもう全部こっち後手になっちゃうから。いける、 OK。 まあディフェンスは、まあ、俺は強くてるから、こっちにボールがあって、こう戻るんだ、ここに出されたらもう、あのね、俺とヒロキとブルノが渡るが突破した、誰かが突破した時にバーと3枚目遅れてるんだけど、ちょっとそこは役割分担で、今は意識が後ろだから俺らは、そこは仕方ない中で、他の選手はもうここに絶対コミット、ここで2人で決めたらいいんだけど、さらにもう1枚行くっていうところが大事になってくる。行く時は行くし、それは点数考えて、時間考えてやっていこう。キーパーと 3-0 なのにさ、パス出さないであれ外したらマジだよ、正式に外したらマジしまじあれはあの相手下がったから俺打てるの、もう全部開いた、ヒロイ君に出そうと迷ってたけど、あ、開いた、やった。大きいキーパーだったらもうさられてんじゃん。だからそしたら出してた、来るまで待ってたんだ。まさって見極めた 3-0 じゃん、あれ 3-0 だからパスしたら入ってる。6番だ、最高メインでゼロで合わせましょう。最高でいい、よし、中にバーン。はい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 。前半の勢いそのままに勝利をつかめるか。後半がキックオフ。開始早々前線から激しいプレスを仕掛ける FC 中井、ブルノ奪ってキープ、渡るへ、逆サイドの中井、再びブルノ、これはカットされるもすぐさま奪いに行く。ブルノから渡る、ファーストプレーからカフリンガを仕留めに行く FC 中井。カフリンガのゴールクリアランス、低い位置でパスを回して一気に前線へ。キーパーと1対1、中井が戻る、これは中井がブロック、ピンチをしのいだ。 FC 中井のコーナーキック、伊藤から中井、相手キーパーファインセーブ。 FC 中井のゴールクリアランス、佐藤から中井、ここで渡るに代わり野寺がピッチへ。中井から千葉、もう一度中井、逆サイドの伊藤、中へ運び千葉、佐藤へ戻す。おっと、このキーパーへのバックパスはいけない。カフリンガに間接フリーキックが与えられる。カフリンガの間接フリーキック、 FC 中井一瞬の隙を突かれてしまった。カフリンガ巧みな駆け引き、カフリンガ勢いに乗って攻める、ドリブルで仕掛けて中央突破、
一度ボールを落ち着かせ再び仕掛けてくる。連続失点は絶対に避けたい FC 中井。 FC 中井の攻撃、渡るドリブルで仕掛ける。ここは切り返し中井、逆サイドのアキラ、ドリブルで仕掛ける。力強い動きで積極的にゴールを狙う。深い位置でのカフリンガのキックイン、これが決まってしまった。中井に当たり、わずかにコースが変わったボールはゴールに吸い込まれた。ここで中井に代わりブルノがピッチへ。流れを変えたい FC 中井。カフリンガの攻撃、 FC 中井集中して守りきりたい。中央からサイド、ワンツーで中央突破、連携で崩し、これを決められてしまった。 FC 中井立て続けの失点で3対4。ここで FC 中井がタイムアウトを取る。残り3分、残り3分しっかりもう一回自分たちの時間作ろう。しっかり今バタバタしちゃってて、あんま自分たちのテンポで やれてないから。ゆうた、わたる、ブルノ、よし、お願いします。あの疲れたらどんどん出て、どんどんやろうと。FC 中井のキックオフで試合再開。伊藤が仕掛ける。しかしこれはカットされ、カフリンガのカウンター。サイドから中央持ち上がり、シュートは枠の外。FC 中井のゴールクリアランス、ブルノから伊藤、ふわりと浮かせて渡るへ、カットインしてキーパー弾く。千葉からブルノ、ブルノが仕掛ける。しかしこれは弾き返される。試合も終盤戦、両チームギアを上げていく。ブルノがボールをキープ、逆サイドの伊藤へ、ブルノが抜け出す。これはカフリンガのファール。試合はここからさらにヒートアップしていく。 FC 中井、伊藤から渡る、前線の千葉へのパスは通らない。カフリンガのカウンター、逆サイドへ、これは伊藤がブロック、ピンチをしのいだ。直後、この位置でのカフリンガのキックイン、ボールをキープしサイドへ、素早いパス回しで FC 中井のプレッシャーをかわしていく。キーパーから逆サイド、ピッチを大きく使っていく。渡るがここを狙っていた、奪ってブルノへ。しかしここはカフリンガのファール。 FC 中井フリーキックを得る。キッカーはブルノ、弾丸フリーキック炸裂、ゴール右隅に強烈なシュートを叩き込んだ。試合終了間際、再びカフリンガを突き放す追加点。カフリンガのキックオフで試合再開。戻して中央、ドリブルで仕掛けてくる。千葉ナイスディフェンス。しかしこれはファールを取られてしまう。カフリンガのフリーキック、前線へ。しかしこれは千葉がカット、中井から伊藤、ドリブルで仕掛ける。ここで試合終了。 FC 中井、ついにカフリンガ東久留米へのリベンジを果たした。ランニングタイム30分2本を3対5で勝利。関東一部の壁を突き崩した。その後に行われた15分1本は、康平や野寺、明など出場時間が限られたメンバーをメインに戦うも、開始早々の失点から立て直すことができず、
3対0で試合を終えた。1点決められた後がやっぱ弱いなと思って、もっと早く修正できたらそんなずるずるいかないですけど、1点目と2点目がフリーキックとコーナーキックで決められたんで、そこはまあ練習とかちょっと映像見て直せばまあ点は防げるところなので、まあ、そのセットプレーでの失点はもったいないのでやめておきましょう。以上です。マイスターもそうですよね。Então tem que defender todo mundo, um ajudando o outro. Às vezes um vai errar, o outro vai acertar e vai tentar defender. Mas aí vai um acertando o outro e assim por diante. Mas tem coisa que é de cada pessoa. A gente tenta falar, mas sempre se vai repetindo os erros, chega na fase mais difícil, os erros não tem. Porque os times melhores estão lá, porque eles é onde erra menos. Então cada um tem que botar na sua cabeça onde está errando e tentar acertar cada vez mais. Não continuar errando. É o time que sempre vai querer ir para cima. Assim, então vai querer os contra-ataques, mas tem que tentar não dar tanto contra-ataque. E a defesa tem que ter mais concentração. Mano, só poder... Então, isso eu tô falando da minha parte também, né? É todo mundo. Não é individualmente. Kenzo, 自分のマークついてんだけど、渡るがこうちょっと突っ込んじゃって、ラインがこう出てて、裏取られそうだった時に、あれって一つ声かけて、で、ハッてした瞬間に戻って、そこ出されなかったっていうシーンがあったんだけど、ボール持ってない時にどういうプレーできるかっていうのは大事かなっていうのをすごく感じたんで、ちょっと意識しながらやっていきましょう。はい、高い位置でプレスかけてる時に、ちょっとマークずれるぐらいだったら、ね、まあ、ハーフを取られたりとか、ハーフの手前、ちょっと前、自陣とかで、マークをはっきりつけない瞬間考えたので、それが結構気にしたんです。それさえなければ、本当にあまり問題ないし。もちろん、ね、予選リーグ大事だ、関東大会に行けるように、で前回では朝まで負けて、ね、やれなかったから、まああいう舞台でまたやれて、今日リベンジしたい。それが勝てれば、試合できたんですよ。そこで勝ってたら、ね、近かったから、あのカフリンガにここで本番で勝つみたいな。それだけはさせないように、今度はこっちがリベンジしに、まあ、トレーニングマッチとか。まず僕らが勝っていきます。よし。しゃ。あざっす。前回も相手は引いて守ってくる中で点がなかなか取れなかったので、まあ、先制点取ったけどその後こう自分たちのテンポが上がらなくなって、で相手のねうまさでやられて負けてるっていうのがあったから。まあ、そこのリズムを継続できた、前半は継続できたっていうのはすごいいいこと、まあ、後半は、ね、戦い方を変えてチャレンジしたから知ってはしてるんだけど、まあ、それ以上に収穫はあったと思うから、こういう似たような状況になった時には自信を持ってプレーができるし、関東一部のチームっていうのは一つの基準だったんで、まあ、そこに2試合やって勝ててない、前回ほんと2ヶ月前にやってもやっぱり勝てなくて、で、今日はその中で挑んだわけだけど、まあ、そこを確かめる試合でもあったから確実に成長してると思うしチームとして強くなってると思う、まあ、一つは安心してる。カフリンが東久留米との練習試合の翌週、 FC 中井にもう一人の新メンバーが合流する。じゃあやっていきましょう。よし。じゃあ今日はまず、新加入メンバー加わるんで、自己紹介からお願いします。品川シティと栃木シティから来ました。今日から入団します。うちのシウマです、みんなの力になれるように全力尽くしますのでよろしくお願いします。よし。うちのシューマ、 F リーグディビジョン2、品川シティフットサルクラブに所属していたフィールドプレイヤーだ。昨年度の全日本フットサル選手権の覇者である品川で、うちのは持ち前の走力を生かし
チームの主力として活躍。準決勝、決勝と2試合連続でゴールを奪い、優勝の原動力となった。しかし今シーズン、内野は関東2部リーグの栃木シティフットサルクラブへと期限付き移籍となっていた。今季始まって、で栃木にレンタル移籍っていう形になって、じゃあレンタル期間が終わりますってなった時に再レンタルって話になってしまって、まあコロナの影響もあって公式戦がずっと栃木シティの方もなくなってしまって、練習だけただ品川の方行ってってなった時に、まあみんなは試合のためにやってるのに僕は上がるために練習しなきゃいけなくてみたいなところで、モチベーションがなかなか厳しくて、まあそれが またもうちょっと続くのかってなった時に、楽しいのかこれみたいななって、いや楽しくないなみたいな、まあクラブの人と話して辞めますと言った後に、ちょうど FC 中井を見ていて、ひろゆき君が、まあ、FC 中井で活動してるのをずっと知ってて、健介君もいて、で雄大もいて、で、まあ、知ってる選手もいる中で、まあ、バタルも知ってたし、でその中で F でやりたい気持ちもあったんですけど、ただそれよりも、まあ、フットサルを純粋に楽しみたいって気持ちが強くて、まあ、嫌いになりそうだったっていうのもあって、そういったのも含めて、まあ、挑戦したいというか、そういったのに惹かれて、でここに来ました。伊藤と内野は当時 F リーグのチームボスクオーレ仙台で共にプレーをしていた元チームメイト、同年代であることから普段から連絡を取り合っていた伊藤は、内野が品川を退団すると聞くとすぐに FC 中井に誘ったのだ。シューマもともと一緒にプレーしてたからさ、まあ、人間的なこともそうだけどプレーのこともしてたし、本当にピッチの中でもベンチにいてもベンチにいなくてもその戦えるっていうか、チームのために動ける絶対プラスになってくれると思ったから、もうその連絡聞いてすぐ誘ったよね。まあ、今練習合流してるけど本当にチームのために今やってくれてるから、本当に誘ってよかったなって思ってる。やっぱそのリーグ戦じゃなくてやっぱカップ戦だからさ、負けたら終わりだから、そういう時の戦い方っていうかやっぱ分かってると思うし、まあ、それで結果も出してるわけだから、ピッチの中のプレーもそうだけどベンチでの振る舞いっていうかチームの勢いの持たせ方っていうのも分かってると思うから、本当に還元してくれるかなって信じてる。本当に何でもできる選手だから、身長は、ね、俺より低いかもしれないけどテクニックもあるし、フットサル IQ も高いし、点も取れるし走れるし、今いるメンバー、まあ、渡るとか特に見習ってほしいというか、盗むところってめちゃくちゃあると思うから、そういう影響も与えていきながらチームの実力っていうのも確実に上がっていくわけだから、そこに期待してるよね。合流してすぐでまだみんながどんな選手なのかも、まあ、言ったらねYouTube の映像内しか知らないからどんな感じなんだろうなみたいな形で、まあ、今様子見みたいな感じであんまり口出さないようにはしてるけど、自分がどういう選手なのかも多分知ってもらえないと自分の特徴もいけないし、周りを生かすのも自分の特徴だけど、でも裏に走るとか、まあ、ボールのないところの動きとかっていうのは自分の売りでもあるんで、そういったところはもっと伝えていかなきゃいけないし、そういったのをどんどんやっていかないとあっという間にね、3月迎えて終わっちゃうと思うんでそういったところはこれからちょっとずつやっていきたいなっていうふうに思ってます。そうですね、個人的には、まあ、存在価値をもう一回示す、俺がいるんだぞと示す、チームとしては、まあ、もちろん F の頂き目指しに行くし、そういった中で実際の試合で少ない人数で回してる部分もあるし、なかなか、ね、休みたくても休めないとかっていうふうにはなってるんで、なんでみんなが休めるようにうまく回していけるように、まあ、それに加えて、まあ、今試合出てない選手とかのサポートとかも僕がやって、
行きたいなっていうふうには。で全員で日本一を取る、それだけです。強力な仲間を加えた FC 中井は盤石の体制を整え、全日本フットサル選手権東京都大会予選に臨む。本気で試合ができる場所っていうのもあったし、うん、練習試合もこだわってやってたし、きつい試合を勝ちにした試合も多かったし、やっぱり最後までどのメンバーが出ても結果を出せるっていうところを示したと思うから、そこも自信を持って最後までやり通していきたいよね。結構準備してきたからね、危機感はあるんだけど、でもそれ以上にこれまでやってきたことに自信があるというか、手応えはあるから、ビビらずに、試合ができれば結果が出てくると思うから、そこは試合が終わるまで信じて戦いたい、全員で。 FC 中井はこれまで5ヶ月の間、頂を見据え準備を重ねてきた。ただし全日本フットサル選手権の戦いは全て一発勝負のトーナメント戦だ。何が起こるか全くわからない中で、負けたら解散というプレッシャーは想像以上に大きい。簡単な試合は一つもないだろう。しかし、FC 中井が目指すは F の頂。ここで負けるわけにはいかない。次週、全日本フットサル選手権東京都大会予選1回戦、対戦相手は東京都チャレンジリーグ所属 FC LPP。 負けたら終わりの戦い、ついに FC 中井の挑戦が幕を開ける。